公式ツイッターが動いたぞー。はい、ありがとうございます。久しぶりです。お盆休みなのに公式が頑張ってくれていますので、今回は新情報をまとめてお話ししていきたいと思います。早速見ていきましょう。グランドフェスティバルまであと1ヶ月。今日から開催まで不定期に、釣り見連合による潜入レポートをお送りしていくぞ。お楽しみに。フェス潜入レポート、うつほじや。グランドフェスティバル会場の設営はどんどん進んでおるぞ。何もなかった荒野にこんな立派な会場がくー上がってきたのじゃ。なんとですね、すでにグランドフェスティバル会場の設営が進んでいるということで、以前第2回ビッグビッグランで町に鮭が押し寄せて、町の住民が野外のクレーターに避難しなきゃと避難所施設ができて、そこでねグランドフェスティバルが行われるのではないかという考察をしたんですけども、この様子だとビッグラン関係なしにグランドフェスティバルの会場の設営が進んでるっぽいですよね。まさかのこの壮大なフェスのためだけにね、野外特設会場を作ってイベントをやるということで、このグランドフェスティバルの運営陣はね相当気合入ってますよね。塩カラーズ、テンタクルズ、スリム連合の3組が協力してね、このプロジェクト頑張って進めているのかなと思いました。む、なんじゃこのカンペは。グランドフェスティバルの本祭期間中は広場にあるアミーボの箱およびナーバトラ道場をご利用いただけません。別の街への移動も不可となりますのでご了承ください。アミーボとな。ということで、9月13日金曜日朝9時から9月16日月曜日朝9時までアミーボのサポーターを呼ぶことが不可能となります。ゲーム自体にはそんなに影響ないんですけども、9月5日木曜日にアミーボ発売されるんですよね。新しいやつがオルタナの塩カラーズとサイドオーダーのテンタクルズが発売するということで、この新しいアミーボのギアが欲しい方は1週間以内にアミーボを読み込んでサポーターになってもらって限定ギアをもらわないといけません。まだね、どんなギアがもらえるのか公開されていませんが、もしね可愛いギアとかでフレンドとかとお揃いにしたいという方は早めにアミーボゲットしてゲーム内で読み込んでおきましょう。ちなみにアミーボでもらえるギアは靴、服、頭の3つもらえるんですけども、全部もらうためにはアミーボを読み込んでサポーターになってもらってバトルで20勝する必要があります。20勝ってね結構時間かかるんですよね。勝率5分だったら40戦しないといけないので限定ギアが欲しい方は余裕を持ってバトルしましょう。フェス潜入レポート。マンタロウです。グランドフェスティバルではおみこしの代わりにステージ前で記念撮影ができるよ。フェスランクが永遠の〇〇派になれば誰でも撮れるし、さらにランクを上げればアゲアゲなポーズで撮れるんだって。はい、なんとですね、グランドフェスティバルではおみこしの代わりに会場のステージ前で記念撮影ができますと。で、しかも100倍マッチとか333倍マッチに勝たなくてもフェスランクを永遠に上げるだけで取れちゃうということで、これはめちゃめちゃありがたいですね。グランドフェスティバルでも100倍マッチとか333倍マッチ勝たないと記念撮影できないとかだったらね、もう記念撮影できるかどうかが運ゲーになってしまっていたので、この仕様はマジでありがたいです。しかもフェスランクは永遠から上プラス1とかプラス2とかね、どんどん数字が上がっても今までは意味がなかったんですけども、今回はどんどんランクを上げればアゲアゲなポーズができるようになるということで、やり込み要素も作られています。これはめちゃめちゃ楽しみですよね。アゲアゲなポーズっていうのがどんなポーズかわかんないんですけども、アゲアゲといえばやっぱロブ1ですよねなのでロブのポーズがね関係してるのかどうか全く想像がつきませんが、永遠の〇〇派プラス5とかね、プラス10、プラス20とか目指して皆さん頑張っていきましょう。えぇー、記念撮影するならぜひ僕ら釣り見連合のポーズで決めてみてね。エキスパンションパスっていう特別なパスを持っていれば、塩辛ズさんとテンタクルズさんのポーズもできるの？僕もやってみたーい。これめちゃめちゃありがたくないですか？今まではね、おみこしってバンカラガエしか乗れなかったので、スリミ連合としかね、記念撮影できなかったんですけども、今回のグランドフェスは、塩辛ズとテンタクルズとも撮れるということで、むちゃむちゃ嬉しい仕様になっています。しかも、ただ一緒に記念撮影するだけじゃなくて、それぞれのユニットと同じポーズができるっていうところがね、またいいですよね。あと、エキスパーションパスさえ持っていれば、自分が選んだ陣営以外のサポーターとも一緒に撮れる
っていうのがまたいいですよね。例えば現在派に投票したからテンタクルズとしか記念撮影ができないっていうんじゃなくて、どの陣営に投票しても塩カラーズ、テンタクルズ、スリミ連合それぞれと写真が撮れます。めちゃめちゃ良心的なシステムですね。でどうやらですね、このグランドフェスティバル中は自分のインクとは別のインクをね、体にベチャッとつけた状態で移動するのかな。ちょっとどういう状況かわかんないんですけども、写真見た感じめちゃめちゃダメージ受けてそうですもんね別のインクを浴びてる状態で記念撮影ができるようです。フェス潜入レポート。フーカドス、グランドフェスティバルの特設サイトがオープンしました。え、本番に向けて更新されてくみたいやし、ズズズイーッとチェックしといてくれやす。ということで特設サイトまで用意されています。これ見始めちゃうと結構長いので、先に別の新情報を見ていきましょう。みんな、夏休みイベント待ちなしが始まるぞ。8月16日金曜日から8月19日月曜日にかけて、これまでに開催されたイベント待ちの一部が復刻開催される。夏休みも今シーズンもあとわずか。夏の終わりにこれまでのイベントを思い返してみてはいかがだろうか。ということで8月16日はスプラッシュボムラッシュ、8月17日は最強ペア決定戦、8月18日は海藻カニタンクバトルというラインナップでイベントマッチラッシュが開催されます。どのイベントマッチも結構楽しいんですけども、やっぱりね、個人的に人気だなって感じてるのは最強ペア決定戦ですね。色が失われた世界をカラフルなテトリミノが彩る、テトワンカップスプラトゥーン3コラボ祭開催。テトリス99でのスプラトゥーン3コラボ祭は8月16日金曜日から8月20日火曜日の4日間で開催。順位に応じてもらえるイベントポイントを100ポイント貯めれば、サイドオーダー仕様の特別なテーマをゲットすることができるので、ぜひご参加いただきたい。任天堂スイッチオンライン加入者が交換できるプラチナポイントギフトにスプラトゥーン3のアイコンパーツが登場。今回はグランドフェスティバル仕様のアイコンが毎週配布される。ラインナップは週ごとに入れ替わるのでお見逃しなく。グランドフェスティバル限定衣装を着たアオリ、ホタル、姫、飯田、風花、宇津穂、万太郎のアイコンパーツが期間限定でもらえますので、欲しい方は忘れないうちに交換しておきましょう。スイッチのホーム画面から任天堂スイッチオンラインを選択、その後ミッション&ギフトっていう項目を選択するとアイコンパーツを交換できます。お待たせしました。グランドフェスティバルの特設サイト見ていきましょう。皆さん、こんな立派なサイトができちゃってさ、びっくりなんですけども、まずね、8月14日グランドフェスティバル特設サイトを公開しましたというわけで、公開されてほやほや読んでいきましょう。スプラトゥーンのフェス史上最大規模、バトルと音楽が融合するグランドフェスティバルが世界同時開催ということで、もうマジでこの規模は初めてですね。スプラトゥーン2でもね、ここまでの出来事はなかったよで、まずね、このスポンサー、パートナーズって書いてあるんですけど、もうこういうとこがね、凝ってんのよね、スプラトゥーンはね。これはね、ギアブランドでもあるエンペリーだったかなとか、あとこの右のやつはね、ニンテンドーをもじったやつとか、見覚えのあるロゴがね、こうずらっと並んでると思うんですけど、さすがにこの中に新しいロゴはないと思います。もしわかる方いたら教えてください。多分既存のロゴしかないと思うんですけど、もしかしたらね、あの2周年記念アップデートでギアブランドが追加されて、その新しいギアブランドがこの中にね、潜んでいる可能性もなきにしもあらずということで、もしわかる方いたらご連絡ください。そしてニュース最新情報というわけで、このフェス潜入レポートとかは今僕がね喋ったやつ、紹介したやつなので、特に見てないものはないんですけど、こんな感じでまとまってるよと。で、 about グランドフェスティバルとは、映像があって、同じ勢力の仲間とチームを組んで決着がつかないテーマにバトルで決着をつける期間限定イベント、フェス。この度過去最大規模のフェス、グランドフェスティバルが世界同時開催されます。期間は9月13日金曜日朝9時から9月16日月曜日朝9時までの72時間。フェス期間中は3勢力に分かれてバトルするフェスマッチが行われ、設営された専用会場ではアーティストたちがライブを行いフェスを盛り上げます、ということで、もうすごいよね。さあ、グランドフェスティバルテーマ、大切なのは過去、現在、未来と、
ということで、グランドフェスティバルのお題は、大切なのは過去、現在、未来と、果たして勝利する勢力はどこなんでしょうかといった感じですね。ちなみに皆さんはどこに投票するか決めましたか？僕が以前アンケートを取ったところですね、 4.1 万票で過去が 27%、 現在が 62%、 未来が 11% という形になっております。まあテンタクルズ人気だしな、現在がまあ今回は票を占めそうですが、勝敗はどうなるかわからないんでね、結末も楽しみですよね。スプラトゥーン4につながる話なんでね、ここは非常に重要です。続きまして開催概要。開催日程、2024年9月13日金曜日9時から9月16日月曜日9時の72時間です。会場はグランドフェスティバル専用会場、開催中はフェス専用会場がホームタウンとなります。オフラインで遊ぶ以外は各街への移動はできなくなります。専用会場はフェス終了2時間後まで、9月16日11時まで入ることができますと。通常のフェスでも朝の9時終わった後2時間は片付けタイムがあるんですよ。街がねゴミとかでいっぱいワンチャカワンチャカなってるんですけど、その後片付け時間がこの11時までということで、今回のグランドフェスティバル専用会場も後片付け時間があるよというわけで、11時までは入ることができます。でしかもこの後片付け時間は朝9時から11時のこの2時間しか入れないんですよ、見れないんですよ。グランドフェスティバルがどういうエンディングを迎えるのか気になる方は、9月16日月曜日祝日ですので、絶対に朝9時に起きて見に行ってください。本当にこの2時間しか見れないんでね。ちなみに普段だったら本祭の1週間前からね予備祭が始まって、街の様子もねだんだんフェスの準備したりとか夕方になったりするんですけども、今回のグランドフェスティバルは本祭の時間にならないと会場に入れませんので、基本的にこの専用会場は夜なわけですよ。そういう意味も含めて、後片付けのこの通常の昼間の時間帯に専用会場の様子が見れるのは非常にレアでございますので、お時間ある方はぜひ見ましょう。で、バトルはフェスマッチとトリクラマッチの2種類になっています。ガチルールはございません。さあ、出演アーティストというわけで、グランドフェスティバルではイカタコ世界を代表する3組のアーティストが集結。それぞれの勢力を盛り上げるため特別ライブを開催します。まずは塩辛図見ていきましょう。塩辛図プロフィール、天真爛漫なボケ担当の煽りと脱力系ツッコミ担当のホタルからなるアイドルユニット、ハイカラシティを拠点に活動しており、息ぴったりのダンスと歌が魅力。ハイカラニュースの初代 MC を担当し、対照的な2人によるゆるいトークで人気を集めた。最近はソロ活動も精力的に行っている。イカ世界の国民的アイドルはグランドフェスティバルでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。ということでね、これめちゃめちゃ細かいんですけど、ライブヒストリーっていう風にね書かれていて、2016年1月30日スプラトゥーン塩辛ライブ2016、2016年4月29日スプラトゥーン塩辛ズセカンドライブ超会議2016、2018年2月10日スプラトゥーン2ハイカライブ等会議2018、2018年4月28日超音楽祭2018スプラトゥーン2ハイカライブ、2019年10月13日スプラトゥーン2ハイカライブ東京ミックスニンテンドーライブ2019、そして2022年10月9日スプラトゥーン3バンカライブニンテンドーライブ2022という風に、今まで出演したねこのライブがリスト化されてんのよ。こういうの熱いよねでしかもねこのキャラクターの横にホタルのサインとアオリのサインがしっかり描かれているというわけで、どこまでも細かい。さあ次はテンタクルズ見ていきましょうか。テンタクルズプロフィール、毒舌ラッパーの姫としっかり者で天然な DJ の飯田が出会って結成したユニット。一級品のラップと DJ プレイだけでなく、イカやタコを骨抜きにする抜群の歌唱力を持ち合わせている。ハイカラニュースの2代目 MC を担当し、ハイカラスクエアで頭角を現した。ワールドツアーを終え、さらにパワーアップした2人はきっと会場のボルテージを最高潮まで上げてくれるはずだ。ということでね、またライブヒストリーがこんな感じでまとまっていて、そして姫と飯田のサインも描かれていますと。この姫のさ、サインだけさ、バチバチにひらがななんだよねこれそこがまた可愛いんですけど、飯田はめちゃめちゃねおしゃれなサインしてるんですけど、姫だけひらがなドンみたいなそこがまた可愛いんですよね。姫押せます。はい、次最後スリミ連合見ていきましょうか。スリミ連合プロフィール、
はんなり辛口な風花、血気盛んで情に脆い打つ方、温厚で真面目な万太郎によるユニット。三者三様の歌声とダンスが一つとなり、見る者を熱狂と混沌の渦に巻き込んでいく。バンカラジオのパーソナリティとしても活躍中。地元バンカラ街で圧倒的な支持を誇るが、このところ全国的にもファンが増えつつある。当日は来場者全員の心を盗むべく、熱いパフォーマンスで勝ち込みをかけてくるだろう。ということで、またライブヒストリーがね、まとまっているんですけども、まだね、スリム連合はお若いんで、2回しか出てません。ということでね、2025年とかもね、スプラトゥーン3ライブやってくんないかなとか、密かに思ったりしますけども、まあそこは今後に行きたいですね。で、万太郎のサインと、うつほのサインと、風花のサインと。風花のサイン、またこれおしゃれだね。この、達筆でね、筆で書いたみたいな感じで。万太郎はこう、普通の筆記体でね、結構英語チックな感じで。うつほに関しては、多分普通のマジックペンで書いたのかな。いや、この3人も熱いですよね。なんだかんだね。はい、というわけでアーティスト見終わったところで、マップ、会場マップでございます。バンカラ街にほど近い広大な専用会場では、ここだけの屋台やブースが軒を連ね、設営された3つのステージではアーティストがライブを行います。ということで、マップを見ていくとですね、思ってたより広くて、まず奥にある車庫街ステージ、車庫街ステージ、専用会場の奥にある最も大きなライブステージ、フェス後半になると、はてなということで、ここが多分最終的に7人が集まる場所ですね。一番どでかいステージというわけで、フェス後半になると7人が集まって、新曲がお披露目されるんじゃないかなと思います。んで、次がサザエステージ。サザエステージ、フォトスポットの裏側に位置した専用会場では唯一の屋内ステージというわけで、雨が降っても安心でございます。多分、この中に塩辛酢がいるのかな？はい、次、ウニステージ。ウニステージ、投票所やフォトスポットなどがある専用会場の広場に面したステージ。ここはテンタクルズのエリアになっています。こんな感じで3つのステージがありまして、この真ん中にあるのは多分各町の象徴ですね。狐とか狸とか、鶴とか亀とか、豚とか蛇とか、鶏とか、あの各象徴が乗ってる船がここにありますよっていうマークだと思っていて、で、ウニステージの隣に投票所があります。投票所。自分が参加する勢力への投票は、フェス会場か各町の広場に出現する投票所から。一度投票すると勢力の変更はできません。ご注意ください。まあ、これはいつも通りですね。過去、現在、未来の中から一つチーム選んでください。で、この投票所の向かい側にフォトスポットがあって、多分ね、このリサイクルマークは、ダウニーかスパイキーなんじゃないかなと思っていて、クリーニングとかね、なんかそういうマークなのかなと思っています。で、またその向かい側にあるショッピングマークが、ギアとか雑貨が並んでいるところなのかなと思います。多分、頭や服や靴や雑貨屋でちょうど4つなんでね。で、武器屋が、まあ、ワンチャンこのリサイクルの下ここ空いてるんでここかなとか思ったりしています。あ、いや、待てよ。この下の方にもショッピングマークあるから、こっちが武器かもな。で、その隣に送迎バスがありますと。送迎バス、バトルを行うためのロビーは会場にはありません。駅前の送迎バスで移動してください。メインメニューからでも移動できます。ということで、特設会場にはロビーがないので、バスで移動してロビーまで行きましょうよという形になっております。いや、凝ってんね、移動方法もね。で、気になるのは、このフードマークね。このフードマーク何なんだろうみたいな。シンプルにロビーの中とかにあるね、あの三角巣がいっぱいちょんちょんちょんって並んでんのか、まあ、ただ屋台が並んでるよっていうのをね、このマークで表してんのか、どっちなんだろうっていう。で、あとこの下の方にもね、テントマークがあって、これがただのテントなのか、なんか役割があるのかね、ちょっとわかんないですよね。だってさ、他のところにさ、テントマークないのになんか意味深にここだけ、意味深にここだけテントマークあんのよ。これなんか意味あんのかなってちょっと気になりますよね。で、このスプリンクラーみたいなやつは多分、インクを浴びる装置ですね。これは多分そんな深い意味ないと思います。まあ、こんな感じでね、結構広々とね、特設会場を用意してくれたんですよ。3日間しか入れないけどね。これマジ楽しみですよね。さあ、マップ見終わったところで下の方行くと、ブースというわけで、塩辛酢ブース、テンタクルズブース、スリミ連合ブースと、で、あとこのギアとかね、なんかそのライブグッズが売ってたりとか、倍買亭のラーメン屋さんが出店してたりとか、
左下のやつはなんだこれ、スイーツ？ジャガバターかこれ。ジャガイモにイカ型のバターが乗ってるみたいな感じだよね、これ多分。とかとかね、こうやってちゃんとブースもね、リスト化されてて、なんかガチのイベントみたいでめちゃめちゃ面白いんだよな。さらに下スクロールしますと、関連グッズというわけで、マイニンテンドーストアでなんか買いますと。ゲーム内でプレイヤーが身につけるフェス T シャツやリストバンドをリアルに再現した商品をマイニンテンドーストアで実際に購入することができます。はい、こんな感じでね、フェス T シャツ、リストバンド売ってます。で、リストバンドに関しては、プラチナポイントで買えますので、まあ、実質無料です。気になる方はね、ぜひ注文してください。フェス T シャツもね、よかったら買ってみてください。これ結構いいよね。背中にちゃんとさ、塩辛酢とテンタクルズとスリミ連合のマークが入ってんのがいいのよね。で、さらにスクロールしますと、最終ページということで、グランドフェスティバル、そして7人がね、映っております。めちゃめちゃかっこいい。ってかなんかさ、この衣装がさ、サイドオーダーの、オーダースーツにめっちゃ似てんだけど、それはなんか関係あるんですかね。で、まず煽りね、この見下す感じの目線がたまらんわ。で、頭トゲトゲしてんのがね、なんでかはよくわかりません。続いてホタル、さりげなくね、王冠かぶってるんですよね。今までさ、姫とかがこういうクラウン系かぶってたんですけど、王冠かぶってんのがまた可愛いのよ。何のポーズかわかんないけど、このポーズも可愛い。そして姫、ちっちゃいのにこの自信に満ち溢れた表情がまたいいのよね。で、今回は帽子をかぶってます。いつもの王冠は見えません。その隣、イーダー。相変わらず背が高い、高身長で、いつも以上にセクシーな格好をしております。だいぶ攻めた格好をしてますね、と思いきや、その隣のね、風花姉さんもちょっと攻めた格好してるんですよね。これまたびっくりと、イーダーと張り合ってんのか何なのかわかんないんですけども、風花もまたいいですよね。しかも謎の角みたいなのをつけてます。そして、ウツホはね、またちょっと一風変わった格好ですよね。これはこれでまた可愛い衣装ですよね。あと髪型、ゲソ型が可愛いですよね。猫耳みたいな感じで、こうやってなんか紐で縛ってんのも可愛いですよね。そして最後、万太郎。なんでこんな格好になった？なんでこんなトゲトゲしていかつい格好になってんだろうっていう。今回なんかね、煽りトゲトゲしてるじゃん。で、飯田もね、耳のピアスのところがなんかトゲトゲしてて、で、万太郎もうごついトゲトゲみたいな。なんか知んないけどね、ちょっとトゲトゲしてる方がいるんですよね。で、これもしかしたらなんですけども、スプラ2のヒーローモードで、煽りって敵として出てきたんですよ。タコアサ将軍に洗脳されて、ラスボスとして登場しました。その次、皆さん記憶にも新しいサイドオーダーでは、トゲトゲした飯田、彼女も洗脳されて敵として一度戦いましたよね。ってことはよ、このめちゃめちゃトゲトゲしてるマンタロウって、スプラトゥーン4で敵として登場するんじゃないかという説がね、あるんですけども、果たしてどうなるか楽しみですね。で、一部の方はね、おいおいおいと、サーモンランどこ行ったと思ってる方がいるかもしれないんですけども、これさ、ワンチャンなんですけども、ビッグビッグランが同時開催される可能性もあるんじゃないかなと、個人的には思ってますね。9月7日から9月8日にかけて、第2回ビッグビッグランが来るかなとか思ってたんですけども、もしかしたら街の住人がこのね、特設会場に移動している間に、各街が鮭に襲われちゃって、フェスを開催しながら、ビッグビッグランも開催しちゃうっていうパターンもありえなくはないんじゃないかなと思い始めています。このマップにある送迎バスからはあくまでロビーにしか行けないので、クマさん紹介には行けないんですよね。そことかも考えるとなんか怪しいですよね。サーモンランについてさ、全く触れられてないんですよ。だったらビッグビッグランありえんじゃないかなっていう。しかも皆さん、明日世界が終わるならっていうフェスでどの陣営が勝ったか覚えてます？やりたいこと全部やるなんですよ。やりたいこと全部やるが勝ったんだったら、そりゃあもう全部詰め込んでくるでしょというわけで、グランドフェスティバルとビッグビッグラン重ねて、やりたいこと全部やるっていう風にする可能性もさ、ゼロじゃないよねっていう話ですよね。ちょっとね、そのあたりも楽しみなんですよね。だってさ、アミーボの箱は使えませんっていう告知があって、ナワバトラー道場も使えませんっていう告知があったにもかかわらず、クマさん紹介に関しては一切触れられてないんですよ。だとしたらやっぱまだ裏があるんじゃねえかなというわけで、ちょっとね、サーモンラン関連の新情報に期待したいですね。というわけでいかがでしたでしょうか？まさかまさかのグランドフェスティバルの新情報が公開されましたということでお話ししたんですけども、いや盛り上がってますね、これがね。
来月9月13日めちゃめちゃ楽しみです。でもその前に9月1日からシーズンが切り替わるんですよ。そのタイミングで何が来るのか、まだスプラ3はね隠し玉持ってると思いますので、これからの新情報を期待ですね。もしかしたら新しい PV が公開されるかもしれません。また新情報をキャッチしましたら動画にまとめていきますので、気になる方はチャンネル登録して楽しみにお待ちください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモウ、それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。